はい、皆さんこんにちは、どうもガチモでーす。ということで今回も、コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーの続きをやっていきたいと思います。シムスさん大丈夫か、警戒してくれてんのか。いや、めちゃめちゃ面白すぎてさ、早く次に行きたい。始まった。おいおいおい、援軍か。Badger 901, this is Ripcord. We are still under heavy fire. BC, you're breaching the perimeter. What is your status? とりあえず大丈夫だ。乗るのか。Roger that, 901. ありがとう。おお。え、操縦するんだ。上昇と下降。OK。おら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 。急にヘリロケット撃てる。おお、わお。これ各拠点を破壊していく感じかな。いや、火力が違いすぎるんだけど、やんちゃでしょこれは。どっから来てんだ。すごい、ロケット一発あればもう敵なんてなしよって。これ敵のヘリ、おい食らえ。偏差を考えてロケットを撃つ。むつい、壊れやがれ。よし、火力支援基地リップコードへ向かえ。わお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 、くらえ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 。これえげつないな、ランボーのさ、一番最後のシリーズのやつを思い出すわ、本当に。うわ、なんか、すごいところに基地を置いてるね。うわ、やるな。これヘリ対策か、すごいね。ここら辺も、うわ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 。おい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 、何してんのお前ら。そんなの食らうかよ。ちょっと待ってくれよ、これこのゲーム神ゲーやないか。皆さんもね、やった方がいいですよこれ、面白い。お、 200m 先、これは仲間か。あれ破壊すればいいんだ。おいおいおい、うーわ、すり鉢山みたいになってるね。しかもヘリに囲まれてるし。オッケー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 、なんか狙われてる。どこだ、とりあえず撃て。ここにもいるか、すーごい。まだまだあんのか、これが戦争ってもんか。これはなんか物資を山の上に輸送してたのかな。 OK、 リップコードを防衛せよ。あ、これアメリカの基地じゃん。何、攻められてんのか。やめとけこら。よっしゃ、これはもう勲章もらえるやろ、明らかに。オッケー、着陸しろだって。ふぅ、来たぜ。マックビー・ソグ。え、これは核か。え、嘘だろ。キャンプハスキンズに戻れと。マジかよ、核なんて使うのか。うおー、わー
おい隊長か、あお前捕まれ、うわ怖い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 、鳥肌立ってきた。 Somehow Perseus knew。え？これアドラ死ぬんじゃねえぞおい。うわ撃たれてる。ここでか、ここでここでガンジュ。おらおらおら、もう死んだも同然だ。死なばもろとも、うらうら、よし。うわあ、これで助けてもらえるのか。よっしゃあ、 M60 はヤバすぎる、 M60 はヤバすぎるやろ。ラララララ、これバイポットないんか。うおー、くらえこら、リロード長いぞ、リロード長いぞ、助けてくれ助けてくれ、カバーカバー、スイッチしろスイッチ、よし、オッケーオッケー、マズルフラッシュがすごいんだよね。わお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 、多分投げ返せたりフラグ投げ返せたりするはずなんだけど、ていうか航空支援的確やな。この航空支援にね巻き込まれて死んじゃうとかもあるからね。ウーハオ、え、俺は大丈夫か？お、マジで？かっこよすぎる。アドラー、危ないって、この核に当たったらどうなんだよ。シャレにならないぞ。そうだな。More importantly, we got intel on Perseus.シムスのキャラいいんだけど、結構好きだね。4時間後。記憶力の訓練。It's working. Bell remembered finding that encrypted intel in Vietnam and is almost finished decoding it. Anything useful in there? Some names apparently.Possible leads. Park is trying to connect the dots. We don't have much time. Does the team know about our mishap in Berlin yet? No, but if it's connected to one of those names from Bell, they'll find out soon enough. You won't let that happen, Hudson. Don't say anything more than necessary. That's never been a problem for me. 裏で動いてるぞ。なんだこれは。面白くなってきたじゃないか。 CIA セーフハウス E9。 One in particular stands out. Anton Volkov. Anton Volkov. He's a Russian arms dealer working out of East Berlin. 武器商人ね。 Admittedly, his connection to Perseus comes as a surprise. We've got killer capture orders on Volkov. So if we can't get to Perseus, we'll get to his men.Close off his resources, force him out of hiding. Mason and Woods are still working on business. タコベル食べてんのかお前。Which means Volkov is ours. うまそうだな。Gear up, and we'll move out. え、何？なんか話す。We'll talk on the drive, Bill. 後で話そうだ。くちゃくちゃ食べんなお前。しかもめちゃめちゃ入ってたのに、一瞬で食べたな。Hold that thought. 待ってくれ。待てるかよ。早く話せ。Yeah, yeah. おお、かっこいいね。これは何なの？この下についてんの。We'll talk on the drive, Bill. 後で話すんかよ。なんだお前。ミッションボード確認と。
次のミッションに加えて任意のサイドミッションレッドサーカス作戦とカオス作戦がミッションボードに追加されたと。サブクエストもあんだ。次のミッション、あと証拠ね。レッドサーカス作戦。MI6 has spent the last year tracking a group of embedded Soviet agents with multiple European governments. サブミッションもやっていきたいよね。strategically positioned to set up a larger Soviet plan for Europe. During a recent operation, てことで、じゃあ次はレッドサーカス作戦やっていきましょう。今回はここら辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、評価お願いします。ガチョツ、ガチョツ、またね。ガチョツ。良いゲームライフを。